こいつらは誰だ？なぜ私を起こせようとしている？いや、私はまだ準備ができてない。怖い。あいつらのメスを見ると私、化け物のように、異類のように扱いされると分かった。いや、私は化け物なんかじゃない。こんな目で私を見ないでくれ。みんなはこんな目で私を見てるのですか？私は何のために存在しているのだ？もしかして私の存在は何の意味もないのでは？なのに、なんで私を起こそうとしているの？このままずっと眠させてくれればいいのに。ああ、疲れた。誰にも邪魔されたくないの。ハンター司令官として、あなたは今十分に成熟していません。私はあなたにパートナーを推薦します。そうです。彼女の名前はミアです。なぜ、あなたは動揺していますか？お前、残りについてはあまり言いませんが、将来は仲良くなって一緒に進歩していきます。どうも、私はミア。
おい人間、訓練の時間だ。こんなのどうでもいいこと。さっさとトレーニングが始まるよ。いいからいいから、アギリア教官は待ってる。先に行くよ。今日また遅刻。いいから言い訳無用。今日のことは多めに見てやるよ。今日も実戦訓練だ。その前にテストをさせてもらおう。陣形の役割また覚えているか？教えてやれ。はい。陣形は前方部隊と後方部隊に分かられて、前方部隊は先手を取る反面受けるダメージがでかい。後方部隊は攻撃ペースが遅いけど、前方部隊より安全のため敵からの攻撃を避けられる。もちろん後方部隊に狙う陣形もあるので、任期応変に陣形を変わるのか上策。よく説明をできたね。さて、次は陣形の挑戦と戦闘長のコツを教えてあげよう。まず、ミアは手本を見せるから。
よくやりました、ミア。しかしこんな程度じゃ正式のハンターにはならない。もっと強くなるため努力は不可欠だ。必要となる素材を使えば肉体と装備の強化ができる。ミア、手本を見せてやって。はい。敵の居場所を教えてくれ。確かに体が微妙に変化したことは感じる。強化し続けていけばいずれ大きい変化を感じる。さて次は実戦訓練だ。今回はもっと手応えがある相手を連れてきた。気を抜くなよ。戦闘の基本は身につけたようだね。次はハンター試験の準備だ。ハンター試験を合格できればあなたたちは正式なハンターの一員になるのよ。しかしこの前に仲間を集めてチームを強くするのが優先に考えるべきことだよ。あなたたち二人じゃ試験に合格することは難しいだろう。ではスクールはここまでだ。あとはあなたたち自分自体だ。うん、まだ余地があるので先に行くよ。ミア、バカ生徒を任せるよ。はい。細胞人間の形式はもう古い。今処理に連れていくところだ。惜しい？こんな古い形式は置いても用がない。いいだろう、好きにせよ。正直私たちもこんな面倒なことをやりたくないし。私の出番だね。
すかに戦い中でやられて、そして捨てられて。あなたたちは。私を襲ったのはあなたですね。じゃあ、あなたは私のマスターだ。マスターの言うことなら何だってやるよ。たとえ命でも欲しくない。もちろんです。私はシルティ。よろしくね。私は魔法使いだ。技を強化してくれれば敵の防御力だって減らしてやれるよ。